正一から1933年10月29日は、日本の弁護士、政治家、国際オリンピック委員会委員。日本の体育、スポーツ開発展のため尽力し、近代スポーツの父として慕われた。法学博士。慶応3年7月4日、松江彩下町に、松江藩の下級武士、岸と平の次男として生まれる。小学校時代の同級生に、 若月玲次郎がいる。騎士と若月は、地のつながりはないが、近い人類だった。松江彩華小学校、島根県第一中学校、大学予備門を経て、東京帝国大学法科大学英法科に進学。1889年7月に卒業後は、大言人免許を受け、騎士法律事務所を東京の京橋に設置、1893年に、 制度改正により弁護士となる。法律の調査、視察のための数回の統合、1910年10月に法学博士となった。1915年5月から1933年10月まで、東京弁護士会また、東京会から分裂した東京第一弁護士会の会長を務めるなど、法曹会の重鎮であり、特に民事訴訟法の権威であった。 1932年3月15日には直線の貴族院議員となり死去まで務めた。1933年10月29日、病気のため死去。66歳坊津。騎記念体育会館日本スポーツ協会にある岸誠一先生の像眼はまた日本スポーツ界発展に尽くした人物として知られる。岸は東京帝国大学在学中には 想定選手として活躍した。1911年に大日本体育協会が、加納次五郎によって設立された際には維持員として参画し、1916年には副会長に就任。1921年3月に第二大会長に就任した。1920年6月には、日本想定協会初代会長に就任した6月まで以降は、顧問となる。 1924年6月、国際オリンピック委員会委員に就任し、死去するまで務めた。またの津県専務理事会長と共に、大日本集球協会の国際サッカー連盟加盟にも尽力した。1932年に開催されたロサンゼルスオリンピックには IOC 委員として参加している。1924年3月に本樹法賞を受賞した。 岸の故郷である松江市の島根県庁には岸の銅像があり、1964年に除幕式が行われた際には当時の IOC 会長であったアベリー・ブランデージが自ら出席し、東京オリンピックの開催は岸の偉業であると賛辞を述べ岸の功績を称えた。岸の死後に遺言により100万円の寄付がなされ、1940年にお茶の水に 岸記,記念体育会館が建設され、1964年の東京オリンピック開催を機に、同年7月に渋谷の代々木に移転された。2018年11月8日、日本スポーツ協会理事会で、岸記,記念体育会館を新国立競技場の隣接地に移転し、ジャパンスポーツオリンピックスクエアと名称を改めることとなり、館内に、 岸聖一メモリアルルームが設けられることが決定した。2019年4月6から7日、岸聖一の共造が同月30日に竣工したジャパンスポーツオリンピックスクエアの前に岸記念体育会館から移設された。岸の故郷である松江市では岸の名を冠した岸聖一賞国際文化観光都市末へレディースハーフマラソン大会が 毎年3月に開催され、毎年7月下旬には、岸士一記念松江市民レガッタ大会が開催されている。また岸が想定選手出身だったということで、松江市に2019年3月、岸士一記念抵抗が建てられオープンした。ありがとうございます。